ちは、まみです。今日はですね、花粉症についてちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。皆さん花粉症今真っ只中ですよね。あ、もう終わりどころか。でもね、アメリカも実はね、ちょっとだけあるんですよ。もう日本で比べると大幅に減って、花粉の量が違うので、私はまあ避難したというかですね、うまく逃げてきてます。でも私は20年間花粉症、日本でじゃないか、まあ、全て私の人生において20年間は花粉症だったんです。私の花粉症の一番の思い出は、中学受験をした時にもうすっごい花粉症がひどくて、でティッシュを5袋、ポケットティッシュを5袋持ってってたんですけど、それも終わってしまって、試験官の人に先生、ティッシュもらえますかって言ったら、なんと先生がいきなりトイレに行って、ティッシュのトイレットペーパーのロールをボンって机の上に置いたのが今でも忘れられない花粉症の思い出です。でも本当に毎年毎年ひどくて、でどの薬いろいろやりました。注射もやったし、点滴もみたいなのもやったし、なんかいろんな方法、ヨーグルトを効くとか、いろんな感じでいろんな療法をやってみたけど、何一つ結局効くのがなくて、本当に時間を割いて1日がかり、この時期耳鼻科に行くとすごい並ぶんですよ。でも1日がかりだけども、お医者さんが最大あの時3週間分かなんかの薬を1回で出してくれるので、もうそれをもうこのシーズンは2回、必ずお医者さんに行くもんだと、耳鼻科に行くもんだと私は自負してました。でもやっぱり花粉症の薬は、市販のは眠くなるし、眠くならないっていうのはあんまり効かないし、効き目がないので、結局は私は病院の薬が一番だと思ってますので、花粉症の皆さん、大変だと思いますが、ぜひ病院に行ってください。はい、で私今日ご紹介しようと思ってたのは、花粉症に効くファンデーション、効くというかプロテクションしてくれるファンデーションがあるということで、日本のお友達から、送ってもらいました。買ってきて代行してもらいました。で、ですね、それが効くかと思って、もうこのシーズン終わりの方なんですけど、その結果報告をしたいなと実はビデオで思ってたんです。でも正直あまりにもいいお話を結構届けていきたいんだけども、あんまりにも聞かなかったので、まあ、一応聞かなかったっていう結果報告でもあるんですけど、皆さんにご紹介したいと思います。それはこちらです。ダラン、不老不死シリーズ、皆さんご存知ですよね。なんか素材が結構日本筆とか、今有名なのはアイライナー、不老不死のアイライナーとかがすごい日本の、熊野っていうとこ の筆だっていうことで結構、有名なんですけど、まあそれのファンデーションと、この箱に入ってるのは、2個買ったんです。というか LA に来るのはもう1回まとめ買い、1個1個買ってもらうの悪いので、大体まとめ買いをしてもらいます、私の場合。はい、でこれは、コンシーラーですねを買ってきてもらいました。これがナチュラルタイプのものと、こっちがカバー力タイプのものです。で、これ一応、イオンプロテクトシステム花粉 PM2.5 ブロックということで、環境ストレスの防護システムが入っているということで、これが、ファンデーションになります。イオンクッションリキッドファンデーションメイドインジャパンということなんですが、まずこちらかなり薄、色づきが悪いです。すっごい悪いです。なのでもう全然つかなくて、つかなくてやってもやっても全然つかないので、もう私最近はクッションごと取ってこうパン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 ってやってるぐらい全然色がつかないし、正直花粉とかも全然プロテクトされてるようだったなって感じはしなかったので、あんまり評価はしてないものなんですが、一応これがイオン系のファン、プロテクションのファンデーションということで、花粉プロテクションの一応製品だということでレビューしてみました。でこれの方も、何人かレビュー見たら、これはコンシーラーの方は少し漏れる、リキッドが漏れやすいって言ってたんですけど、漏れやすいわけじゃないんです。私はそんなに漏れるって感覚はなかったけども、それよりもそんなにプロテ
テクションしてくれてねえなっていう、ないなっていう、そういうことですね。なんかそっちの方が私の中ではいまいちかなって、まあそこを求め、私は求めて、みんながどういうことを求めるかによってなんですけど、私はそういうことはちょっと そういう方向で求めてたので、ちょっとあんまりそういうのはしっかり聞かなかったし、なんだろう、すごい薄付きだし、そういうとこは残念だなと思いました。ただやっぱり本当に筆は日本産なので、こっち側は筆になってるんですけど、やっぱり筆の使い心地はいいかなとは、確かにちょっと固めですね、気持ち固めですけど、でもいいかなとそこは思いました。でも絶対リピないなって正直思いました。あの花粉ファンデーション作ってくださるあの企業の方々、本当に花粉症結構みんな苦しんでるので、何かいい製品があったら私も今後ともぜひぜひトライしていきたいと思います。という今日は、花粉ファンデーション、花粉のプロテクションのファンデーションとコンシーラーを紹介しました。というか、まあ、レビューでしたという感じですね。もし皆さん